それで電話がかかってきたって。ええ。じゃあ俺が見終わったらここの電話が鳴るわけだ。最初に言い出したやつなんかいない。みんなが不安に思ったことが噂になる。あるいはそうなってほしいって期待かな。ダビングしといてくれ。中身を調べたい。名前は山村静子。三原山に身を投げて死んだそうだ。気が触れたって話らしい。静子さんは人の心が読めたんでしょう。リッパー、切り裂く人か。どういう意味なんだよ高山。分かんないか。お前のことだよ。お前の未来だ。噴火、どこの噴火だ。弔問ばかりしてると暴君が来るぞ。そうだ、貞子。貞子が生まれるんだよ。貞子のような人間が増えていくんだ。だから生まれることができた。もう7時を回ったぞ。10分過ぎだ。助かったんだ。